バトンをつなぐってことなんですよね。生きていく上でのバトンっていうのは絶対もう誰でも持ってて、まあ祖先からね、自分の、まあその下になる人たちまで、誰でも持ってると思うんですけど、一番最初に言ったように、ちょっとなんかもう落としちゃってんじゃないかって自分で思っちゃってる子なんかが多いんですよね。NPO 法人まちづくりエージェントサイドビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは私、フリーランスとしてプログラミング、アプリ開発、講師、書籍出版などを行いながら、この NPO の理事を務める高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回のゲストは、学びサポートセンターオーディナリ、斉藤大輔さんでございます。斉藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではまず簡単にではございますが、自己紹介お願いできますでしょうか。はい。私は NPO 法人札幌ユースクリエーションというものを作って、今ご紹介ありました学びサポートセンターオーディナリという施設を、運営している理事長の斉藤大輔と言います。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。それではまずこちらの学びサポートセンターオーディナリの活動の内容についてお伺いできればと思うんですけれども、まずこちらの活動についてどのような活動をされていらっしゃいますでしょうか。はい。基本的にはですね、無料定額、低いお金ですね、無料定額で学習をサポートする施設になります。それで、対象としている生徒さんたちは、基本的には、なかなか、高い塾だとかに行って勉強ができない、ちょっと経済的に厳しい家庭のお子さんだったり、あとは学校になかなか行けてない不登校のお子さんなんかをメインに、対象として、学習サポートを、しております。はい。ありがとうございます。経済的にあまり余裕がない方と、不登校の学生さんに向けた、学習サポート等も行っていらっしゃるということですね。はい。はい。ありがとうございます。こちらはどのような経緯でこのような活動をされるようになったのでしょうか。はい。二つありまして、こういう活動しようと思った理由として、まず一つ目がですね、私20年間ぐらい、公立高校、私立高校で、英語の教師をやってたんですけれども、その中で、まあ、普通に、なんて言うんだろうな、大した問題もなく、例えば進学したり就職する子は、まあ、特別自分で頑張れるんですけれども、それ以外の、なかなかこう、つまずいてしまったりだとか、あとはまあ家庭的な問題だったりを抱えてる子なんかのフォローアップが全くされてないっていう、まあ、状況に対してとてもこう問題意識が高かったんですよね。はい、で学校の先生やってるとなかなかやっぱりこう自分たちのレールに乗っかってくる子以外は対応できないというところがあって、まあ、自分でもそういうジレンマがあって、でじゃあなんか今年で50、去年で50になったんですけども、50歳を機に少しなんかそういう子たちのために自分でできないかなと思ったのが一つです。で、もう一つが、ちょっとまあ話が大きくなってしまうんですけど、これからまあ迎える超少子化で、まあ僕は団塊ジュニアの世代なんですけども、そういう自分が高齢者になっていく中で、なんか若者たちに何か残さなきゃいけないんじゃないかなと思ったっていうのが大きいです。このまま自分だけなんか、とりあえずは今の制度は年金だとか続くと思うので、お金もらって、それで自分だけなんか逃げ切るみたいな、そんな意識があって、とてもそれは自分としてはなんか申し訳ないなっていうのがあって、少しでも社会、も特に子供や若者に自分の力で還元できるものがないかと思って始めました。
うん。なるほど。ありがとうございます。はい。まずは、公立校の講師を通して、何かの課題があって、進学ができない人のフォローができないっていうような問題を見たということでございますね。はい。そうですね。あとは、何らかの味で、若者たちに何かをしたいという思いがあると。はい。はい。ありがとうございます。そうですね。やっぱり、課題がなく、全く問題なく、進学、就職できる人、っていうのはいる一方で、そうでない人もやっぱりいるっていうのは、学生として自分が見ていた時のことを思い出しても、そういうことはあったなっていうふうに思いますし、はい、やっぱり学校を舞台にした、例えばドラマとかを見ていても、そういうようなものってのもありますもんね。はい、そうですね。はい。ありがとうございます。そうですよね。はい、やっぱりそこに教師として対応がしづらい、っていうような問題っていうのはすごくあると思いますし、だから何とかしたいけれども、教師という枠の中だけだとどうしようもないというような、そういうジレンマといいますか、そういうようなものがありますもんね。そうですね。まあ、どういう職場でもあると思うんですけど、まあ、自分がやるべき仕事っていうものがやっぱりあって、どうしてもそういう組織の中に入ってると、なかなかそこからちょっと外れた、こう、マイナーな、こうミッションをするっていうことはなかなか難しかったりするんですよね。そうですよね。やるべき仕事の、はい、ある意味外側っていうところですもんね。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。こちらの活動について、最終的にどういうようなところまで行きたい、何か目的なしていることございますでしょうか。そうですね。僕は今札幌で活動してるんですけれども。はい。まあ、札幌はなかなか大きい都市である割に、そういうフォローできる、特に若者なんかをフォローするような場所だったり、あとまあ、行政的な予算だったり、そういうものがとても低薄だというふうに感じてます。どっちかというと、本当に自己責任、もう家族で丸がかえみたいな状況があって、できればですね、まあ、僕はそんなに事業として、こう、経営をとってもやりたいわけではなくて、まあ教育に携わったものとして、こういう活動が、なんかこう、もう少しいろんな人にも賛同を得て、オーディナリーみたいな場所が増えていってほしいな、というふうに思って今、活動してます。そうですね。はい、確かに。確かに、こちらについては、札幌ももちろん確かにそういうような若者へのフォローっていうのが手薄になっているところっていうの、側面もあるのかな、というような。印象もありますが、はい、それ以外でも若者に向けたフォローってちょっと少ないところはあるのかなというような感覚は確かにあります、はい、特にここ最近子育て支援の団体にお話を伺うことが多くて、その乳幼児に向けたサポートというのは非常に多いんですけれども、そこを抜けてしまうとふっと特に何もないっていうような空間がポッと出てきてしまうというか、いうようなところがあって、あれ、それじゃあ小学生、中学生、高校生の間はどうすればいいのっていうふうになってしまうことはありますね。はい、そうですね、とてもなんかやっぱその、まあ小学校、まあ中学生ぐらいまでだったらまあ義務教育の年齢なので、ある程度フォローされるんですけど、中学から上がって、まあ、15歳以降ぐらいになると、本当にどうしていいか分かんないっていうことも、特に、こう、障害系のものを持っている子たちなり、その保護者の方たちは困ってるっていうのは現状ですよね。どこ行けばいいのかだとか、どういうところで受け入れてもらえるのかっていう。そうですね。やはり、居場所と言えるような場所、ここにいれば自分の活動が十分にできて、かつ何かの情報を得たり発信をしたりすることができるっていうような場所っていうのが、特に小中高校生ってあまりないなっていうのはありますね。そうですね。小中高校生が他の地域の活動と触れる機会っていうのも意外とないので、だから何かそういうようなことを、ちょっと今の大人って何してるんだろうとか、そういうような疑問を持った時に聞ける場所がないっていうのもあるのかなというふうには思います、はい。はい。また本当に本職で仕事をされている方々とコンタクトを取る機会っていうのも非常に少ないのかなというような感覚はあって、自分も先日プログラミングの授業をやってほしいということで中学に依頼をされて行ったことがあるんですけれども、やっぱりプログラマーという人がいる、いっぱいいるにもかかわらず会ったことがない、見たことがないっていうようなことに、
なってしまっていて、あれこういうこんなにいっぱいプログラマっているのになんで合わないんだろうなっていうふうに思ったことがありました。やっぱり地域の人々、いろんな人々と出会う機会がとにかく少ないっていう問題はすごくありますね。そしてつながりを作ろうとしても作る時のコストってものすごく高くて、実際自分の知ってる学校に地域の方々と対話の機会を作ろうということでイベントを開催している学校さんはあるんですけれども、学校単位で動いていて、実際イベントに行ってみると学校総出で動いて、先生たちも総動員で動いていて、休日返上でいろんな活動をしていて、ここまでしないと学生って地域の人と話すことできないのかなっていうふうに思ったのはありますね。はい。本当にそうですよね。僕でも、まあ子供がそういういろんな自分とは違う人たちに接する機会が少ないっていうふうには、まあそれも思うんですけど、結構問題だなと思うのが、まあ、僕はちょっと学校っていう組織からちょっと離れて自分で事業を起こして今やってるんですけど、うん、やっぱりその大人、まあ、学校であれば学校内で自己完結してる世界でみんな生きてるので、実はですね全く知らなかったりするんですよね、他の社会を。それは多分、なるほど、結構日本は独自の世界なんで、まあ終身雇用があったからなんでしょうけど、やっぱりどんな分野の方でもずっと同じことやってる方たちっていうのは、いいところもあれば悪いところもあって、うん、今、おっしゃってたその、例えばプログラマーってものは、例えばネットのニュースとかそういうなんか、マスコミに出てくるイメージ以外の、なんか実物としているとわからないみたいなのって、実は大人もすごい思ってる。うんのかなって僕なんか思うんですよね。そうですね。確かにそうですね。うん。もっとだからみんなもうちょい開けたり、例えば、まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、就職したからって別にそこの社、会社に全て人生捧げるみたいな、まあ思ってる人はいないでしょうけど、もっとなんか違う活動もしていいと思うんですよね。うん。多分そうしない限り子供たちにいくらそのなんか社会見なさいとか言ってもですね、あんまリアリティないというか、子供たちは敏感なんで、何も知らない大人からそんなこと言われても、君たちの知らないだろうみたいな、結構冷めた目で見たりもしてるのが、僕のこう感覚なんですよね。逆に子供たちの方がよっぽど情報知ってるので、情報だけですけどね。やっぱり好きですよね。その辺も、うん、大人の方も、うん、まあ僕ら自身が転換期にいるというか、うん、僕なんかはまあ、なんかそんな感じでもいますね。そうですね。はい、やっぱり、はい、そうですね。本当に社会を見なさいと言われてもリアリティないっていうのは本当にそうだなというふうに思います。うん、やっぱり自分の職種、自分の得意分野以外を意外と知らないっていうのは、本当に大人もみんなそうで、そのための一つの打開の策としてやっぱり100人会議とかはあるんですけれども、やっぱりそれでもまだ足りてないのかなと言いますか、なんか深掘りができないまま終わってしまっている、こういうような別の仕事ってどういうものなのっていうのところまで掘り下げられてないので、結局リアリティを出せるほどしっかりとした知識が得られるような環境は今のところ大人にもないというようなところはありますね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。はい、ちなみに、こちらについてとも含めて、結構課題っていうのはたくさん感じてらっしゃるなというふうに思いますけれども、はい、この他に何か、特にこれは課題だなというふうに思っていることとか何かございますか？そうですね。あんまり大げさなことはないんですけど、まあ、さっきの話にもちょっと通じると思うんですけど、僕がやってるオーディナリーに来てる子たちで言うと、まあ、学力だけで言うと、上は本当慶応大学を受ける受験生が来てたり、下は小2ぐらいの、小2からもう学校一切行ってない不登校の子だったりとか、まあ、いろんな子が来てるんですよね。で、その中で、なんとなくみんなそれなりに変な雰囲気にもならず、そのオーディナリーで共生してるっていうのが、まああって、僕としてはなんかそういう雰囲気で
やれるところがとてもいいなと思って、うんうん、勉強だけではなくていろんな話したりだとか、なんかそういう、まあ、場に今オーディナリーっていうのがなりつつあって、でもなんか結構見回すとですね、なかなかそういうとこってないなと思うんですよね、実際ね。多様性だとかっていう割には、まあ、例えば発達系の障害ある人はちょっとご遠慮くださいみたいなところもたくさんありますし、なんだろう、もっと緩く、まあみんなでなんとなく、ただ入れる場所みたいな。なんかそういうところが少ないなっていうふうには思いますね。そうですね。こちらのにオーディナリー以外の場所を見てもということですよね。そうですね。はい、確かにそうですね、うんうん。確かにそういうような障害があるなしにかかわらず、どういうふうな、いろんな学習段階の方もかかわらず、いろんな人が寄れる場所っていうのが、やはりいろんな場所で必要性叫ばれているっていうような状況はありますし、やっぱり足りてないところ、少ないところっていうのも、いっぱいあるなというような感覚があります。そうですね。だから本当に、やっぱりこういうような場所っていうのはもっともっとあってもいいっていうふうに思いますね。まあもちろん、増えてはいるものの、まだまだ足りないっていうようなところがあります。はい。そうですね。すごい大事なことやってるなって自分では思うんですけど、なかなかですね、うん、やっぱ経済的に大変なんですよね。まあどこもそうだと思うんですけど、行政的な支援がないので、本当みんなカツカツで自分のこう使命感でやってる方がやっぱり多くて、まあ僕もそうなんですけど、だから持続可能性で言うととても大変で、せっかくなんかいい感じになってきたなと思っても本当に続けれるかどうかっていうのはまた別の問題であったりもするのが今の課題ですね。そうですね。やはり、そういうコミュニティの場を維持するっていうのは非常に難しいところはあるという話は実際に聞いていますし、実際、自分の周辺でもコミュニティカフェとして立ち上がって、実際にそういうような人たちを迎え入れているっていうような団体の話は聞いたことはありますけれども、やっぱりそれでも、そういうような団体が生き残るっていうすごい難しいですし、実際にそれで亡くなってしまったコミュニティのお話も聞いているので、うん、やっぱりそこは難しいんだなっていうのをすごい感じています。そうですね。だそこがやっぱりこう地域の人にも理解してもらって、うん、どれだけこうチームとしてできるかっていうところがすごい大事だと思うんですけどね。うん、僕は全然まだまだもうほぼなんか個人でやってるみたいなとこなので、全然その課題はまだクリアできてないんですけど、うん、これからね、生き残っていくためには、やっぱり、そういうところの、周りの人にも理解していただいて、助けてもらうみたいな、そういうところが必要なのかな、というふうには感じています。はい。そうですね。ありがとうございます。それでは、ちなみにこちらの課題ですとか、まあ今までも挙げていただいた課題ももちろんですけれども、何か、オーディナリーとして、どういうふうにやっていけばいいのかな、どうすればこの課題に対応していけるのかなとか、何か考えていることございますでしょうか。そうですね。僕、まあいろいろあるんですけれども、ちょっとまあなんていうのかな、まあ自分の同世代ぐらいの人たちに、なんかなんとかこう賛同してくれる方たちがいないかなと思って。こういう取り組みに、その未来の若者をサポートするっていう、そういう活動を僕の50代なり段階ジュニアぐらいの人たちが、例えば子育て終わって少し余裕ができたら、まあ、自分のために生きるっていうこともとっても大事なんですけれども、まあ、そうは違う視野で、こう、なんかやってみたいみたいな。そういう人たちとすごい連携しようというふうに今頑張って、こうコネクション作ってるところなんですよね。僕はなんかそこにすごい可能性感じてて、うん、なんかもう僕一人でいくらやってもあまり意味がないというか、そんなに効果ないので、もう対象の人20人ぐらいしかこう見切れないので、そこにはあまりその本当の効果があるかってあんまなくて、僕の中でもですね、だからいろんな人とちょっと関わりを持って、僕がやってることそのままじゃなくても全然いいんですけど、例えばせっかく能力あるのに勉強なかなかそれプラスアルファの勉強ができる機会ない子だとか、なんかあとは学校行けなくなってしまったことで学習機会をほぼ
を得られてない子なんかに手助けするなんか気持ちがある方とこう連携して大きな動きに なればいいななんて思ってます。なるほど、ありがとうございます。自分の同じ世代に賛同者を増やす、はい、ということですね。はい、そうですね、ありがとうございます。確かにそういうふうにすることで、例えば他の地域にも何かしらの影響を与えることができるっていうの力もありますし、やはり他の分野についても見やすくなっていくのかなっていうようなところはありますね。はい、そうですね、はい、やはり自分たちだけで見れる世界っていうのも非常に限界はありますし、自分たちだけでじゃあ社会を見なさいっていうメッセージが伝わるかっていうような問題ももちろんあるので、やっぱりそのためにもいろいろな自分たちが必要になってくるっていうのもありますね。はい、そうですね。またやっぱりそういうような人たちが実際自分たちがじゃあ札幌で何かを活動しています、でもその人たちの思いを知って、じゃあその人が地元に帰って、例えば別の都市でそういうような同じことを始めるとか、別の例えば他の全く違う場所でもそういうような取り組みを行う団体ができてくるとか、そういうところにつながっていく可能性っていうのはもちろんありますので、だからこそやっぱりそういうような賛同者を増やすっていうことは大事ですね。特に今の若い世代とか学生世代とかだと、もうある意味も課題はもうある程度分かっているので活動している人はしている、そうじゃなくて今の50代の世代の方々にも分かってもらうっていうことは一つ大切だなっていうふうに思いますね。はい、ありがとうございます。そうですね、はい、はい。それでは続きましてですけれども、学びサポートセンターオーディナリとして IT についてどう関わっていきたいなど何かございますでしょうか。まあ、特別大きなことはないんですけども、一応まあ、オンラインの学習ソフトなんかも入れて、実際にリアルでこう、通えない子なんかのフォローアップもしてるんですけれども、それにはとっても可能性は感じていて、うん、特にこのコロナになって、学校なんかもオンラインに切り替わったりしていく中で、ものすごいこう、可能性を感じますね。まあ、どこにいても学習機会得れるし、うん、あとはまあ、体験的なものも、ネット上でできるだとか、うん、僕もちょうど高校の教員やってるラストイヤーぐらいがコロナ1年目で、全部の学校が休校になって、それで全て、まあその時ズーム使ってましたけど、ズームの授業に切り替える時期の一応責任者みたいな形で作ってたんですよね、システムを、うん、だからなんかすごい勉強になりましたね。でとってもやっぱりいいツールだなっていうふうには思いました。うん、ちょっと、それが IT かって言われたらちょっとわかんないんですけど、オンラインの学習方法としては、とても可能性があるなというふうに感じています。はい。ありがとうございます。そうですね。はい。はい、やっぱり IT のツール、学習ソフトもそうですが、やっぱりオンラインのズームなどのソフトを使っても繋がれるところってすごくありますし、うん、やっぱりそこで学びのきっかけ、あ、こんなものがあるんだっていうのを知るっていうことにも繋がるので、それはきっかけとしてはすごく良いなっていうふうに思いますね。はい。実際自分もそうですね、ここ最近は自分の知ってる範囲のちょっと先、についてちょっと勉強したい、知りたいことがあるっていう時に、最近ですと例えばチャット GPT とかのソフトを使って、なんかこれこれについて質問をする、で回答は返ってきて、でもそれについては根拠は示されてないので、じゃあ根拠はじゃあ自分で探しに行く、で探しに行く過程で勉強をすることができるので、それでよって両方合わせて結果的にちゃんとした知識を出していく、ちゃんとした結果を出していくっていうような学習の仕方ってあるなっていうふうに思いまして、実際そういうような学習の仕方をやってる方もいらっしゃるっていう話を以前他の、ポッドキャストの番組で聞きまして、まあそういうのもあるんだなっていうふうに思ってたんですが、改めて実際に自分でやってみて、そういうような勉強の仕方もあるんだなって実感をしているところですね。いや本当に僕自身も、もうネットというかまあ、スマホで勉強をほぼしてるので、
逆にでも子供たちに、その、なんかまだ浸透してないというか、子供らにとってほぼスマホって SNS やるか、YouTube で動画見るかの、そういう端末なんですよね。うん、まあ Google もただなんとなく自分の守備範囲のものを検索するみたいな。うん、確かに。だからそのなんか内容、ね、その何というのかな。どうやったらもっと深くいけるかとか、まあ僕専門英語なんですけれども、はっきり言うともう英語学習なんかもスマホ一台あれば、留学する必要もほぼなかったり、あとは英会話学校に行く必要もないし、もうほぼ無料で何でも勉強できちゃうんですよね。うん、だからそういうのがまだ子供らには伝わってないというか、うん、なんかそういうのもちょっとこう教えてあげてもいいのかなっていう、うん。そうですね。気もしますね。うん。そのツールの使い方。実際だから例えば生きた英語を使う機会っていうと、実際やはり日本にいるだけだとなかなか英語って使う機会もないし、読む機会もそんなにないっていうのですけれども、やっぱり自分なんかですとプログラミングをする分野って分野によっては本当に文献が英語しかなかったり、はい、開発元が英語だったりして、はい、英語圏の人たちとコンタクト取らないと何も話が進まないっていうところって結構あったりするんですけど、はい、で、はい、そういう時にも自分は結構やっぱり翻訳ソフトで翻訳したものをもちろん一旦英語を日本語に戻してそれ意味通じますよねって確認した上でなんですけれども、それをフォーラムに書き込んで会話を成り立たせるってことは何度かやったことがあって、はい、そういうような場で実際に英会話を間接的にしろしていると分かることってすごくあるなって思ってます。やっぱり、うん、あ、英語圏の人って案外こういう喋り方するんだなとか、英語圏の人って案外そういうところを省略して書くんだなとか、そういうのってのがやっぱり勉強してるだけじゃわからないので、本当に生きた英語をできる機会って本当にスマートフォンとかパソコンを通して見える範囲にいっぱいあるなっていうの感覚はありますね。そうですね。まだまだこのスマホは、うん、スマホというかまあオンラインにつながったそのデバイスはちゃんと使われてないというか、もったいないなっていうか、うんうん、そうですね。そういうところがありますね。うちに来てる子たちにも、もう勉強はノートでやらない方がいいよっていう話はしてるんですよね。スマホあんならスマホで全部やった方がいい。うん、うん、まあ確かにやはり、勉強をすると言っても、情報ってものすごく早く変わっていくので、ノートに今まで通り書き溜めているだけだと、ちょっと不足はあるのかなっていうような感覚はありますね。そうです、ね。だから、型通りのやり方を覚えるのではなくて、実際のこういうようなルールで成り立ってるんだなっていうのを体感で覚えるっていうような感じと言いますか。そうしないと、多分毎回毎回新しいものが出てくるためにこれこれの使い方を覚える、これこれについて勉強するっていう考え方だと身が持たないんじゃないのかな。そうですね。だからノートにまとめるのであれば、そのどうやってそれを覚えるのかとか、そういうような内容にしていった方がいいんじゃないのかなっていうように感じるところはあります。はい。うん、まあ、そのね、なんか段階にもよると思うんですけどね。うん、やっぱ漢字の練習とかはやっぱりノートしなきゃダメだと思うんで。はい。そのなんかね、もうちょっと上のとこ行くなら、まあその一例ですけどね。なんかそういう、せっかくそういうデバイスがあるなら、絶対使った方がいいし、うん、っていう、なんかそれがどんどんみんなを平等にしていくような気もしますし。うん。そうですね。はい。またそういうような形で、例えば、ちゃんとした整理された内容がまとまっているのであれば、それを参考にして他の人がさらに上に応用を目指していけるっていうようなことにもなりますので、だからやっぱりそういうような活用する方法を広げていく、広めていくっていうのはすごく大事だなっていうふうには思います。はい、ですね。はい、ありがとうございます。はい。その他、斉藤さんとして何か今後こういうことやってみたいなとか、はい、そういうの何かございますか？そうですね。まあ、さっきのその IT 関係の話と、なんていうの、真逆の話になると思うんですけど、僕も3年、コロナになってからなんですけど、まあ3年弱ぐらい、そのオンラインの中で人と接する機会がとても長くて、子供たちに対してもオンラインで接する機会がとてもあったんですけど、
で、それで結局でも子供らにいろいろ話聞くとどうだった、例えばオンライン授業受けてどうだったとか、オンラインのその相談みたいなのどうって言ったら、まあ最初は、まあ楽でいいって言ってたんですけど、なんかそれを望んでる子ってほぼいないというか、今となっては。うん、いや、やっぱ学校行きたいとか、うん、直接。大学生なんかも僕の周りにいっぱいいるんですけど、大学生たちもやっぱコロナ2年目ぐらいまでは、本当に学校1日も行けてなくて、もう悲惨だとか、みんな言ってましたね。早くちゃんと会いたいとか。うん、で、僕結構ハッとしたのが、まあ結局そうなんだなっていうのが、思ったところです、うん。やっぱ人との触れ合いだとか、人と生身で触れ、なんつうの？話するとか、人の表情をちゃんと見るとか。うん、なんかそういう、うん、まあめんどくささもいっぱいあるんですけど、結局そういうところを子供らはすごい求めてんだなっていうふうに感じたのが、うん、まあ実感です。それで、僕はだから今一番大事にしてるのは、きちっと会って、きちっとこの人と、まあ関わる。生身で。で、それを、まあ、増やしていきたいぐらいなことしか考えてないんですかね、自分の守備範囲の中。そうですね、うん、ありがとうございます。きちっと会ってきちっと関わるって本当に大事だなっていうふうに思います、うん、やっぱりここ最近そういうふうに IT に関してっていうことで思うこととして、オンラインでの勉強についても思うこととして、やっぱりオンラインとオフラインってすごくいいバランスを取らないといけないなっていうふうに思っていて、はい、やっぱりオンラインでつながるっていうのはもちろんいいんですけども、本当それだけではちょっと厳しいものはあるのかな。だから、うん、オンラインで会いたい気持ちを育てていった後、オフラインで実際に会ってなんかその話をした後、じゃあ続きはオンラインでねっていうような関係性を作っていけるといいのかな。いくらオフラインで話せるって言っても、やっぱり場合によっては帰らなきゃいけない時間もあるわけですし、電車の時間とかもあるわけですし、やっぱりいつまでもいつまでもずーっとオフラインでいられるわけではない。だからその代わりにオンラインも使えるっていうのはいい感じの関係性を作っていけるといいのかなっていうふうには思いますね。そうですね。で、やっぱりいろんな社会の流れから見ると、やっぱりオンラインでできる部分はオンラインでやっていこうっていう、まあ、それが主流な感じがするんですけど、子供たちにしてみたらですね、オンラインってやっぱりオフラインっていうのもおかしいですけど、普通に人と会うとかっていう前提があっての初めて、じゃあ今日はオンラインにしようとかっていう話だと思うんですけど、なんかどうもですね、最近の見てると、ちゃんと対面で会うみたいのをすっ飛ばして、うん、オンラインでやってこうっていう風に、うん、まあ大人の事情だと思うんですよね。要するにそういう企業とかを、うん、まあお金儲けさすために、バン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 そういうのを導入していくっていう、まあ方針はわかるんですけど、逆にその弊害がすごくでかいなっていう風に思ったりしますね。うん、そうですね。学校教育もとってもオンラインでやれるとこはやれって進めていくんですけど、正直子供たちの中でそれ求めてる子って、なんて1割もいないんじゃないかなと思うんですよ。もう真逆のことやってるっていうか。やはりそこは本当に、オンラインと本当に、本当にちょうどいい距離感を持ってほしいと思うし。そうなんですよね。本当そうなんです。本当にオンラインだけを使っているところから出来上がるものではないとは思うので、やっぱりそこは全てをオンラインにすればいいっていうのは、本当に慣れてから、考えればいいだけの話であって。そうですね、やっぱり、うん。まずはオフラインで考えてみようっていうのはありますね。はい。本当にそう思います。人と会う前提があってからのオンラインっていうところですね。はい。だからそういうふうにあってほしいなっていうふうに思いますし、うん、自分はできればそっちに力を入れてやっていこうとは思ってます。うん、はい。とてもそこは必要な考え方だなというふうに思います。はい、やっぱり、はい、オンラインできっかけを探していくっていうことは大事ではあるものの、やっぱりきっかけ以上のものを得るにはどこかしらで実際に会ってみないとわからない、実際に見てみないとわからないということは非常にたくさんあるので、それも含めて全部オンラインにするのはまたちょっと違うかな。
実際自分もイベントの場で実際にリアルに会って話をした人がいて、まあ、その人とがちょっとお仕事の関係で忙しくなっちゃった、最近会えなくなってしまった時も、久しぶりに会った時も全然久しぶりに会ったっていう感じがしなくて、それってやっぱりオンラインでいつも話をしていたからっていうのがあって、やっぱりそれだからこそやっぱりオンラインって本当にリアルの補完をする力があるなっていうふうに感じたんですけども、はい、あくまで補完ですから、それは全てではないんですよねっていうところがすごく大事になってくるのかなっていうふうに思いますね。はい。ありがとうございます。そうですよね。はい。はい。コロナがちょっと収束しつつあって、うん、まあまだこの先どうなるかわかんないですけど、やっぱみんななんか感じたことって、なんか人とご飯食べに行くとか、お酒飲みに行くとかがどれだけ大事だったかとかってみんな認識したと思うんですよね。うん。そうですね。本当に。あのね、なんか、ズーム飲み会とかも流行ってましたけど、多分今やってる人っていないですよね、世の中に。意外と自分の周りではあったりしますけどね。ああ、そうですか。うん、そうですか。全然それ好き。でも、なんかみんなそれに気づいたというか、うん、普段のそうやってどうでもいいような話、うんね、ご飯食べながらするみたいなのがどれだけ自分たちにとって大事なことだったかとか、うん、ですね。僕も改めて本当に気づいて。そうですね。やっぱりそういうのは、うん、それでも参加できない人ってのはいたので、うんうん、例えば自分なんかだとあまり交通のいい、便のいい場所ではないので、はい、なかなか外に出ること自体がハードルだったんですけれども。なるほど。でも、そういうような人は、そういうような人でオンラインで会うっていうのは全然いいと思うんですけども。いや、全然いいですよね、うん。うん。そうじゃないオフラインの場、実際に行ける場っていうのも欲しいですよね。うん。本当バランスが、うん。やっぱりそういう両方があってこそお互いが生きる。そうですよね。感覚があるのかなと思います。はい。はい。ありがとうございます。そうですよね。はい。それでは続きまして、今後、インターネットで学びサポートセンターオーディナリーの活動を知るにはどのようにすればよろしいでしょうか？ホームページの方が一応、ありますので、そちら見ていただくか、あとは、ツイッターとフェイスブックで結構まめに発信してますので、オーディナリーで調べてもらえば大体出てくるような気がするんですよね。いろんな、そういう学習サポート以外でもいろんなことやってますので、ぜひ、そういうので見ていただけたら嬉しいです。はい。ありがとうございます。そうですね。ホームページはツイッター、はい、フェイスブックでございますね。はい。本当にやっぱりこういうような学びのサポートっていろいろな形の対応があると思いますので、そういうような様子を見に行くっていう形でも、はい、Twitter、Facebook などに関わっていけると、見ていっていただけるといいなというふうに思いますね。はい。はい。ありがとうございます。なかなかですね、雰囲気もそういうの見ていただくとわかると思うんですけど、本当になんかありそうで、なかなかない場所なんですよね。そうなんですよね。だからぜひですね、何とも説明しようないんですけど、まあ寺小屋みたいな場所だってたらそんな感じだし、うん、ぜひなんか見ていただいて、うん、ですね。欲しいなというふうに思います。はい。本当に札幌の周辺にいらっしゃる方は、直接会うためのきっかけっていうような形で見ていただいてもいいと思いますし、そうでない方も何かしら自分の活動のヒントになるところも、多いと思うし、繋がれるところもあると思うので、やっぱりそういうような面でも見ていただければいいですね。はい。そうですね。ぜひ、うん。そうですね。いや、ありがたいです。本当なんかいろんな繋がりを今ですね、模索中なので、はい、利用される方っていうよりも、全然、同じような志持ってる方たちと、ぜひ繋がりたいなというふうに思ってます。はい。そうですね。やっぱりそういうような繋がりを作っていく。そして、いつか会ったり、いつか情報を交換したりするためのつながりを作っていくっていうのはすごく、そういうのこそオンラインのならではのできることだと思いますので。はい。そうですね。ぜひ活用していただきたいですね。皆さんにもね。はい。はい、ありがとうございます。それでは、最後の方にはなってまいりますが、こちらの学びサポートセンターオーディナリーの活動のキーワード、お伺いできますでしょうか？そうですね。なんかちょっと小説とかにありそうなんですけど、バトンをつなぐってことなんですよね。
バトンをつなぐです。キーワード。なるほど。バトンをつなぐ。そうですね。はい。はい。バトンをつなぐっていうのは本当に大事ですよね。うん、やっぱり、親世代しか知らない言葉もあるし、うん、逆に子世代しか知らないものもあるし、うん、それって合わさることによってもっといいものが出来上がっていく可能性っていうのはあるので、やっぱりそのためにはバトンをちゃんとつないでいくことってすごく大事だな。はい、そうすることによって、子世代で、孫世代でもっといいものが出来上がってくるかもしれない。そのためにバトンをどんどんつないでいくっていうのはとても大事だなと思います。はい。そうですね。ありがとうございます。何かこちらのバトンをつなぐということで、はい、何か特にこういうような、これがキーワードだというふうに選択したエピソードあればこちらもお伺いできればと思うんですけども。うん、そうですね。まあ、生きていく上でのバトンっていうのは絶対もう誰でも持ってて、まあ祖先からね、自分の、まあその下になる人たちまで、誰でも持ってると思うんですけど、一番最初に言ったように、ちょっとなんかもう落としちゃってんじゃないかって自分で思っちゃってる子なんかが多いんですよね。俺は誰のバトンも持ってないとか、もう落としてなくしたとか。それってそんなことないんですけど、やっぱりいろんな生きづらさなんかで、本当はしっかり握ってたバトンを、ちょっと確信持てなくなっちゃってるっていうか、うん、でしかもそのバトンを誰かにつなぐとか自分でそれを握りしめて走っていくそのモチベーションなり力がちょっと弱くなっちゃってる子がいっぱいいるんですよね、うん、でそんな子たちにいや君はちゃんと持ってるし思いっきり走ればもっとなんか速く走れるし、うん、なんかそういうことを後押しできるというか、うん、で自分ももう、なんというのかな。自分のお金とかそんなに必要性は感じてなくて、うん、自分の仕事はそういうバトンをつなぐような仕事をこの先、うん、もうなんとかご飯は食べながら、そうですね。やっていきたいっていう、はい、そういう感じの、はい、キーワードです。うん。ありがとうございます。そうですね。はい。やっぱりそうですね。バトンを落としちゃってないかなっていうふうに思うことってのは本当に、あるんだろうなっていうふうに思います。実際本当にそんなことはないんですけども、自分一人で考えているとなかなか気づかない。だから他人と話をしてそれに気づくことって大事ですよね。そうですね。はい。ありがとうございます。そうですね。はい。ありがとうございます。それでは何か最後にこの他に言っておきたいこと何かございますでしょうか？大丈夫でしょうか？いや、そうですね。これ、札幌の方が聞いてるかちょっとわからないんですけど、もし聞いてたらですね、ぜひぜひなんか、コンタクト取ってもらいたいな、というふうに思います。そうですね。ありがとうございます。そうですね。はい。こちらの、札幌の方ですと、ノーマップスさんとか、もう、ゲストとして来ていらっしゃるので、やっぱりノーマップスさんのつながりとかも含めて、もしね、ぜひ札幌で、札幌の方、聞いてらっしゃる方いたら、オージェンさんにも行っていただければいいな、というふうに思いますね。はい。はい。ありがとうございます。ぜひぜひ、お待ちしております。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。それでは、今回のゲストは、並びサポートセンター、オーディナリー、斉藤大輔さんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。今回は札幌にて主に経済的に厳しい家庭であったり不登校の子供を対象とした無料低額の学習サポート施設学びサポートセンターオーディナリの運営を行っている斉藤大輔さんに活動の内容や思いを伺いました。学びサポートセンターオーディナリは学校でも塾でもない新しい学びの場所として2022年に設立されたセンター。学習サポートや子ども食堂、不登校サポートなど様々な活動を行っています。20年間公立・私立の高校で英語教師をやってきた斉藤さん、現在の学校では大した問題もなく進学就職できる子は普通に頑張れるものの、授業につまずいた子や家庭的な問題を抱える子供のフォローアップができてないという課題を感じた斉藤さん。
学校の先生をやっていると、自分たちのレールに乗ってくる子以外はなかなか対応ができない。50歳を機に、そういう子たちのための活動が自分にできないかと思い、学びサポートセンターオーディナリを立ち上げました。今の子供たちは学校内で自己完結している世界で生きている。他の社会を知らないで生きている。そういう子供たちにもっと社会を見てほしいと考える斉藤さん。ただし、それは大人たちもそう。みんなもっと開けたり、就職した会社に人生を捧げるでなく、もっと違う活動をしてもいい。そうしない限り、子供たちにいくら社会を見なさいと言っても、リアリティがないのではないかという斉藤さん。今は大人たちも外を見るべき時、自分たち自身が転換期にいるのではないか。斉藤さんの学びサポートセンターオーディナリの活動のキーワードは、バトンをつなぐ。生きていく上のバトンは誰でもが持っている。祖先から自分の下になる人たちまで渡していくバトン。しかし、いろいろな生きづらさで持っているバトンに確信が持てなくなってしまったり、落としてしまっているんじゃないかと思っている子が多いと感じる斉藤さん。そんな子たちに、君はちゃんとバトンを持ってるし、思いっきり走れば速く走れるということを後押ししていきたいと斉藤さんは言います。斉藤さんは同世代の人たちに賛同してくれる人はいないかなと思っています。自分たちのために生きるということはとても大事なことではあるものの、それとは違う視野で何かやってみるのも良いのではないか。皆さんも学びサポートセンターオーディナリの活動を覗いて関わってみませんか？このポッドキャストの感想は Twitter や Facebook などで受け付けています。ハッシュタグ SBcast045、 アルファベットで SBCAST 数字の045、こちらのハッシュタグをつけて投稿いただけると幸いです。それらが使えないという方は、まちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストでは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心のある方は、ぜひ寄付サイトをご確認ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないしチャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきましてありがとうございました。